進行を本日務めますデイリーグタイムキャスターの高須成沙です。よろしくお願いします。さあそれでは早速レジェンドの皆さんお呼びしましょう。どうぞ。川崎フロンターレ OB 井川雄介さん、川崎フロンターレ OB 大久保嘉人さん、そして横浜 F マリノスクラブシップキャプテン栗原雄三さん、横浜 F マリノスアンバサダー鳩康弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ今日は4人のクラブ OB 大集合ということで、皆さんいろんなお話聞かせていただけますでしょうか。聞いてください。はい、芸能人、芸能人、芸能人、はい、皆さんはちなみにどうですか、引退してからの接点だったり、まあ、現役中の接点でもいいんですが。あのたまに会います。たまに、はい、あんまり会わないお二人はどうですか。たまに会います。たまに会います。たまにだね。ちなみにここフロンターレ側とマリノス側ではどんな感じですかね。多分この年代はあれじゃないですか、多分年近いんで、当てれせないですよね。当てれせない。なんかあんまり思い出がなさそうな感じですけど。井川君とは 2,3 回食事行きましたね。あ、合ってるじゃないですか。合ってるですね。今日その感じ出してください。大久保君とは僕今年ゴルフ、ゴルフで一緒だった。ゴルフで一緒だった。ゴルフ、はい、じゃあ今日はたっぷりお話聞かせてください。お願いします。はい、お願いします。皆さんに今日はですね、自分たちのクラブの方がすごいんだっていう目線でお話をしていただきたいんですが、テーマ用意させていただきました。そのテーマに沿ってもう自由にたっぷりお話しくださいということで、まず1つ目、マリノスフロンターレの方がここがすごいというクラブ自慢していただきたいんですが、まあ、あのフロンターレさんはなんかこう地域のみな、なんかこう絡んで銭湯のなんかコラボしたりとか、なんかその地域性のかなんかこう方々とすごくこうコラボしてるイメージがすごくあって、それは逆にね、なんか羨ましいなと僕は思ってるんですよ。おー、なるほど、うん、羨ましいとお二人言われてますが、活動されてましたもんね、お二人も地域と、井川さんとか。そうですね、僕12年いたんで、はい、なんかレジェンドって枠組みには、はい、彼はレジェンドじゃないですからね。4年、4年ぐらいですか3年ぐらいしなかったですから。別にレジェンドじゃないですよ、レジェンドじゃない、レジェンドじゃないんですけどねあのフロンターレのすごいとこは、あの僕ファン感がすごいと思うんですよ。おー、ファン感、ファン感はやっぱって言って、あのマリノスさんがすごい視線食らうんですけど大丈夫ですいや、そういう対今日は企画なんで怖いです。たっぷりお二人にも後ほどね。そうそう、だ僕ちょっとファン間契約してまして、お、はい、選手契約と別にファン間での契約もあったっていう、はい、というのは具体的にそれはちょっと秘密です。秘密、はい、マジファン間の前のもう試合めちゃくちゃ集中しますから。前の試合に集中、負けてあんななんかねふざけたのできないから すごかったねすごいですよ。だからただファン間でオタゲとかを始めて、はい、結構フロンターレ結構有名になったんですけど、ガンバさんとかもフロンターレのファン間を見に来てたらしいですよ、その営業の。ファン間王です。はい、そうです。そんな影響力のあるファン間なんですね。そうなんです。栗原さんはどうですか。まあ、全体的にマリノスの方がこう一段階上なんじゃないかなと思ってます言うね言うねというのはもうちょっとお聞きしていいですかいや、まずホームスタジアムの収容人数も違うし、そこを言われちゃうそれはちゃうよねファンサポーターの熱量、いや、まあフロンターレもすごいですけど、やっぱマリノスの方がすごいかな。首を振ってるフロサポの方もいらっしゃいますけど、もう川崎来られへんでと言いつつ来られへんでと言いつつ近いんで川崎たまに行って、この前銭湯行ったんですよ。はい、すげえなと思ったのが、靴箱のあの鍵が14番とかに脇坂とかなってるんですよ。いや、だからコラボでしょ。コラボとかすごくて、で完全アウェー来ちゃったと思って、もう本当にいろいろ隠しながら入ってましたまさかマリノス関係の人が入ってるとは誰も思ってないですよね。思ってないね。ということで、それぞれのクラブ自慢こんな感じでいいですか。言い残すことはないですかね。うん、まあ、芸能人から聞いてますよ。芸能人からどうですか。マリノスのやっぱでかいですねね、だからあの川崎のレジェンドないですから、だから言いますけど、あのまたフロンターレフロンターレでそのこじんまりとしてこう、いや、だからいやどっちの方が OB で来てるの。めちゃくちゃでかいやん、スタジアム大きいですね。で、まあ、サポーターっていうのはフロンターレはすごくいいと思います。温かいし、こうね、試合の最後90分ぐらい疲れてる時にあの応援歌聞くとマジで力になるし、ロスタイムで得点めちゃくちゃ多いんですよ、フロンターレ。本当そのおかげだなと思うし、そこはやっぱ他とは違いましたね。いろいろチーム行きましたけど、やっぱあれじゃないですか、その声援があったからこそ3年連続得点をもらったんじゃないですか。ああ、でもそれはありますよ。本当ロスタイムで点取ること僕多かったんで。そうそうそう、
すごく。だから控え室で、あの、ヨシトがいなくなってからフロンターレ優勝したんですよ。で、やめろお前。で、俺が3年連続得点を取ったのに優勝できへんのお前らのせいやって言われたんです。ディフェンスのせいや。ディフェンスのせいや。何やねんそれ。ディフェンスがちょっとだるすぎた。だるすぎた。仲間あれやん。だからレジェンドないんですよ、こっちほんまに。次。今日の試合の展望を皆さんにしていただきたいなと思っていまして、こちらの方でフリップ用意しているので持ってきていただいてもいいですか。お、井川さんできてますね。じゃあ井川さんからいきましょうか、はい、お願いします。おお、1対2で、フロンターレが勝つと。フロンターレがね、それはフロンターレ勝ちますよ。ちなみにどんな、もう視線が厳しいけど、どんな流れで。いやでもほら今マリオさん調子いいんで、特にその前線の3トップが、はいはい、だけど僕ちょっとこの後話すかもしれないですけど、はいはい、高井選手に結構注目してるんで、はい、抑えてくださって、うん、ちゃんと点を取ると、これがちょっといい点数かなと思ってます。思ってますか、はい、では鳩さんもできてますかね。はいはい、僕できてますよ。お願いします。はい、じゃん、4対3。はい、まあやはり両チームやっぱりこう得点目指す本当チームなんで、はい、まあサッカーは得点目指すんですけど、うん、より攻撃的なチーム同士じゃないですか。なのでやっぱりこう見に来てくださったサポーターの皆さんもたくさん点を見て、最終的にはマリノスが勝つっていう。栗原さんお願いします。おっと、2対0でマリノス、はい、おこれはどんな流れで。そうですね、やっぱ川崎得点力すごいですけど、まあだからこそこう取らしたら乗られちゃうんで、はい、まあ、別に僕がプレーするわけじゃないけどだからまあその願望を込めて2対0で。おお、はい、じゃあ最後大久保さんが何と書いたのか。これ本当にすいません。お願いします。本当にごめんなさい。じゃあ3対1でマリノスの勝利。ちょっと言い訳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 これはね、違う違う、フロンターレ様だ。かなり起きてますか。フロンターレ大変。芸能人芸能人芸能人。けどね、現実を見ましょう。現実マリノスはマジでここ何年かは非常に強いです。攻撃力もあるし、こう個性がこうあります。フロンターレはもうね、何回も優勝してるし、やっぱちょっとね、分けましょうよ。横浜同士仲良く横浜ちゃうか、川崎やから。川崎やダンビやね。誰やからキャスティングしたんだよ。ダンビやし、でもね、仲良くしましょうよ。真正面を見て、それはサポーターの方に言ってください。いやでもフロンターレには勝ってほしいですけどね。でも現実を見て、現実を見て、ね、フロンターレのサポーターじゃなかったらきっと許されてないですよ。そうそうそう、もうフロンターレ優しいから。優しいから。はい、じゃあこのまま流れていきたいんですが、うん、キーマン期待する選手お聞きしたいんですが、うんうんうん、大久保さん3対1の1点というのは誰がどんな流れで。のぼりでしょう。どんなところ、なんでのぼり選手。いや最近、この間も前もね、ちょっと前も点取ってたし、出ましたね、うん、え、取ってほしいね。取ってほしいね。のぼり、何か知らないですけど期待します。じゃあそのまま、さっき井川さん少しおっしゃってくれましたが、はい、高井選手、まあセンターバックですし、やっぱその思い出はあるんで、はい、すごいいい選手っていうのは聞いてるんで期待してます。じゃあ鳩さんはたくさんゴール。いやもうね、あのストライカーの大久保君の前でね言いづらいですけど、やっぱり両チームのやっぱストライカー、まあ、ロペスと今回今チャンスもらってる山田選手、なんかこうここ最近やっぱりこうエネルギーありますよね。出たらなんか結果を残すみたいな。なのでこうストライカー対決っていうところはちょっと注目したいですね。お、栗原さんはやっぱロペスとエドワルド、はい、エドワルドはやっぱフルスなんで、なんかちょっと気合い入ってんじゃないかなと思って、コーナーあたりでバシッと、はい、これなんかバチバチトークにしようと思ったら、まさかの大久保さんが3対1っていうことで、なんかバチバチになってるのかよく分かってるんですけど、これあれですね、3対1になってますね、はい、うまいねえ、レジェンド、今はレジェンドですから、フロンターレの。いや、これね、はい、嘘ついても知らないから。嘘なんで逆にちょっと開き直ってんのよ。まあ、芸能人枠ということで、特別に。でも俺は、はい、フロンターレやっぱ好きですよ。ということで、こんな感じでスコア予想していただいたんですが、3つ目いきましょう。はい、マリノスといえば〇〇、フロンターレといえば〇〇で、ちょっとさっき挙げていただいたのに、ちょっと似てるんですけど、うん、うちのクラブのここがすごいよっていうの、ありますか。いや僕はね、ここ最近ずっと思ってるんですけど、あんまりこうレフリーとかに選手が囲まない、はい、それはなんでだろうなってずっと最近考えてたんですよ。そしたらこのアタッキングフットボールやる際に
もうコーナーキックも高さがないからすぐリスタートでやる、全てにおいてスピーディーにサッカーをやってる、そんな暇ないんですよ、時間が止まらないサッカーは、うん、マリノスすごいんじゃないかなって。まああとボールボーイの速さもすごいんで、そこも注目してほしいです。今日じゃあそこを私たちも見て見どころとしてみたいと思います、はい、お二人はサッカーの部分で今お二人挙げていただきましたフロンターレでありますか？めちゃくちゃありますよ本当ですか？ちゃんとアピールしてください。やっぱりこう、まあ、今ねちょっとこう世代交代的な、ね、はい、感じでやってる中でも、うん、やっぱりフロンターレらしさっていうボールをつないでしっかり、ミスをしてもつないでっていうところはやっぱ貫いてるなっていうのは、はい、まあ、素晴らしいなと思いますし、うん、まあ、今は本当に苦しい、ね、時かもしれないですけど、また絶対いい時は来るので頑張ってもらいましょうさっきのスコア予想から皆さんなんか響いてない感じがすごい伝わってくるんですけどじゃあここはもうレジェンドにカバーしてもらいましょうか。まあ、僕はちょっとサッカー以外でやっぱイベント力がすごいな、はい、ハーフタイムでこの F1 とか走ったりとか、なんならあの宇宙兄弟とコラボして宇宙から更新するっていうイベントも やってたりするんで、そういうとこはやっぱり企画力はすごいかなと思いますね。うん、企画力。さあここでですね、来場者の方からのアンケートを紹介したいんですが、まずマリノス側からいきましょうか。横浜 F マリノスといえばホニャララということで、横浜 F マリノスといえばレジェンド栗原雄三 by ミキさんということで、ミキさんからいただいています。ワンクラブマンの雄三が大好きです、引退後フレンドリーになってくれてありがとうということでじゃあもう一ついきます。マリノスといえば横浜の誇り、物心ついてから本当は高校生の時から日産に夢中ということでいただいております。こんな感じでたくさんいただいたんですが、フロンターレ側もいきましょうか。川崎フロンターレといえば伝統的パスサッカー by 健吾ということで、これ本名でしょうかいただいております。 あとはフロンターレといえば山田選手、加入してきた時から魅力的な選手だと感じ好きになり、プレーする姿もかっこよかったり、ゴールを決め活躍する姿が最高といただいています。どうですか、若手選手の名前も入ってますが、お二人こう世代交代っていう部分でなかなかチームがね難しい状況っていうのもあると思うんですけど、この時期っていうのはどういう風に乗り越えたら私たちサポーターもいいんですかね。いやー、なんかフロンターレやっぱ選手抜かれてるんですけど、フロンターレのサッカーをちゃんと引き継いでくれてる若者たちがいるんで、まあ、正直その僕たちが風間さんの、ね、12年出会ってから優勝するのは5年かかってるんですよ、はい、だからそんなにすぐ若い子たちが風間さんが作ってくれたものをこう身につくのはなかなか時間かかると思うんで、絶対そのチームいい時悪い時あるんで、やっぱ今はそういう時期なのかなって思いますけど、まあ、辛抱していけば絶対にまたいい時期が来ると思います、うん、さあ大久保さんにちょっとお話しいただきたいのが、川崎フロンターレといえば大久保嘉人選手、3年連続得点を、今のフロンターレに戻ってきてほしいほどたくさん得点を取って勝利に導いてくれました、ありがとうと来てます。ありがとうございます。拍手も起こってますが、はい、さっきよりちょっとだいぶ拍手が減りましたね。多分減りました、絶対減りましたよね確か今日大丈夫そしてお二人にお聞きしたいのは、横浜の星っていう回答が多かったんですが、はい、それは感じること多いですか？いや、それは横浜の星雄三、はい、雄三ですよね。僕ですかみたいな。いやだって雄三はアカデミーからだから、かれこれこのチームしかわからないっていう。横浜の星多分ベイスターズじゃないですか？いや、横浜 F マリノスといえば横浜の星でいただいてます。やっぱりこうチーム地域にとってこれだけこう強くて優勝争いしているチームがあるっていうのは、まあ、横浜もそうですし川崎もそうですけど、本当に市民の皆さんの、本当にすいません、市民の皆さんの原動力になってるんじゃないかなって感じるんですが、いや、まさにおっしゃる通りで、僕なんかやっぱり引退してもマリノスにこう関わって仕事して十何年経ちますけど、やっぱ地域の皆さんと関わって、で引退後関われるからこそ、その現役時代のありがたみが再認識したっていうか、なのでそういうのを逆に今の選手たちに伝えていく立場なのかなっていうふうに思ってますけどね。栗原さんは？そうですね、本当横浜市民って400万人近くいて、はい、で本当にその普段からサポーターとかファンの方の力ってめちゃくちゃこう選手の後押しになってるんで、本当ありがたいと思ってます。あ、もう一ついいですか？はいはい、もちろん。今雄三が400万人、はい、400万人いるんだったら日産スタジアム満員にしたいですよね。あー、なるほど。皆さん、お友達を誘ってね。お友達を誘ってくださいこれだけせっかく大きなスタジアムが、ね、ありますから。
フロンターレ側からするとね、さっき大久保さんも言ってましたけど、羨ましいスタジオですね。でかいけど、でかけりゃいいってもんじゃないね。その人間違ってくるの。川崎チケット買えないですから、フロンターレは。あ、買えないの、ね、今ね、すごいですよ、はい、そうなんだ。やっぱちょうどいいかな。ちょうどいいか。川崎のスタジアムも。え、川崎は満員で 何万人何万人。あ、2万7000、3万弱ね。3万も入らないぐらい。なるほどなるほど。フロンターレもまた大きくしますから、ね、うん、あ、大きくすんの。そう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 、そうね。公表してますよね、うん、それ公表してええの。もういいや、しないしない。公表してるよね。なるほど、よかったよかった。あ、よかった。どうせバレるから。バレるから。ないです。そういう意味で言うと、さっきのちょっとお話に戻ると、川崎市民の方々にもすごいパワーを与えてる存在だと思うんですが、うん、その辺は感じますか？僕が唯一多分サッカー関係の仕事してない人間なんですけど、すね、はい、今ちょっと川崎の方でお仕事させてもらってる時に、はい、こう街歩いたら声かけられてるとか、うん、まあ、業者さんに入った時に覚えてくれてるっていうのは本当に川崎で12年やったからこそだと思いますし、本当に皆さんが愛してくれたからこそ、今に至るかなって思ってます。 SNS でも出てましたね、営業職に役立っていると。え、見てるんですか？見てます。すごっ。川崎今すごいですよ。どこ行っても川崎のファンです、サポーターですっていう人が、そのテレビ局の中でもめちゃくちゃ多いです。それは本当にびっくりして、あ、そんなにサッカー好きなんだって思いました。フォローなってる。フォローなってますよ。いや好きな、それだけ川崎はやっぱ元気な源になってるんじゃないですかと思いますけどね。いっぱい飛ばしてるけど、あ、大丈夫です。めちゃくちゃ飛んでくるね。今日ちょっと自分の後で SNS 見たらファン減ってるよ、多分。フォロワー減ってますよ、多分。だから今日これで結構ダメージを受けてしまいました。いやいやいや、あ、逆に増えるかもしれないじゃないですか、マリノスの。なんでやねん。逆にマリノスのサポーターの皆さんの心を使ってフロンターレのいいとこ、こういうのは喜ぶんですよ。ポジティブや。ポジティブ、ポジティブ、ポジティブね。もう一問最後ですかね。まだどこにも話していないここだけの情報。井川くんが不動産、はい、あ、いいですよね。もちろん、はい、不動産やってて、はい、で横浜の業者に飛び込みで入ったら、はい、門前払いされたっていう。あ、そうなんですよ。いや、びっくりしました。それがフロンターレの選手、元選手って分かってですか？いや、僕名刺に自分の写真貼ってるんですよ、はい、で、これ入った開けた瞬間に、うん、お前もう帰れって言われて、入った瞬間に帰る結構珍しいと思って、こう名刺持ってたら、俺は マリノスファンなんだよって言われて、お前フロンターレ人間だろ、帰れって言われたんですよ。怖っと思って。それ不動産。いや、そうそうそう、不動産業界もダービーやんねや。いや、あ、ったよ。もうダービー勃発しましたよ。ねえ、びっくりしましたよ。そんなところで、はい、ここでみたいな。栗原さんは、いや、もう芸能人の吉野さんの話聞きたいですよね。ああ、聞きたい。俺大丈夫です。振ってるんですけど、頑張って、なかなか帰ってこないっていう。仲良くしてる芸能人の方が結構いるじゃないですか。あ、でもあれじゃないですか、 SNS である吉田で、ね、沙織さんとかとなんかこう、そう、ね、最近はね、え、一緒にトレーニングしたりとか。どっちが強いですか？いや、まだ俺が強いですよ。うおー、体重差がありますから。俺ね、たまにのぼりが家になんか果物とか持ってきます。たまにね、たまに、いきなり来るんですか？それやっぱりバナナ。いや、バナナじゃない。いや、その時の旬のなんか果物を、ね、今でも交流があるんですね。あ、もう家が近いんで、うんうん、はい、なるほど。あ、そういうのいいですね。そうですね、そういうお話を早めに聞きたかったという、ね、ところで、そろそろお時間に。これ言いたいな。え、なんですか？1個あるんですよ。お願いします。俺はまだ最後現役する前、1回大阪から家に帰ってて、のぼりは練習やったんですよ。のぼりの家が空き巣が入って、で、のぼり誰も家にいなかったんですよ、はい、俺が警察の立ち会い人になってる。持ってるじゃないですか。俺の住所とか書いて、ずっと待ってた。のぼり選手帰ってきて、のぼり帰ってきました、はい、で、高校交代、高校代とかありましたよ。結構、はい、もっと早い時間に欲しかったんですけど、今思い出しました。でも被害なかったんですよね。被害なかったです。あ、よかったです、よかったです、はい、ということで、そろそろお時間になってしまいました。皆さん、暑い中ありがとうございました。4人の皆さんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございます。